はい。それでは前回の続きを行っていきたいと思います。今回は新規追加ボタン、要はコンテンツの新規追加ボタンと、あとデータの保存機能を追加していきたいと思います。それではまず画面の方ですね。このアプリが起動して最初の画面の下の方にツールバーを付け加えていきます。このようにテーブルビューをちょっと変形させて、下にスペースを作ります。 このスペースにこのようにツールバーをドラッグドロップで配置します。そしてテーブルビューをこのように大きさを調整してこのスペースをなくすようにします。そしてこのビューコントローラーを選択しましてアップデートコンストレイントコンスタンツを選択するとこのように注意が消えて正しく配置されます。それではコードの方を見ていきますね。 あその前にこのアイテムの表示変えましょう。このツールバーのこのアイテムの方ですけど、ここを選択しましてシステムアイテムアットにしてプラスボタンに書いておきましょう。ではコードの方を書いていきます。まずビューコントローラー .swift の方ですねで。こちらの方でまず、アットニューボタンを押した時の処理を書いていきますね。えー、これになります。 アットニューメソッドで、この中で共通のデータ置き場デリゲートを持ってきて、そのモードをニューに設定します。そして、パフォームセグウェイでトゥーディテールのセグウェイを実行します。このセグウェイは最初の画面と次の画面の間にあったセグウェイですね。なので、このパフォームセグウェイにより次の画面に画面遷移することができます。その際のモードはニューになります。では、次の画面のビューコントローラー、ディテールビューコントローラーの方を見てみましょう。 でえー、新規コンテンツを作成するときは、えー、そのテキストフィールドは空である必要がありますね。なので、えー、そのこのように、えー、ネームフィールドとリミットデートピッカーに値を設定するのはエディットモードのみにしておきます。新規作成するときは、ネームフィールドは空になりますね。でそして、えー、ビュービルディスアピアの中ですね。この中で もし、モードはニューであ,ったりあれば、シェアードコンテンツをここで新規作成します。新しいコンテンツを作るわけですね。で、エディットの場合と同様に、シェアードコンテンツと、まま、ネームとリミットデータの設定を行います。それらは、ネームフィールドにある内容及びリミットデートピッカーで設定されている日付になります。それでは、ビューコントローラーの方に戻りますね。で、データを受け取った場合なんですけど、 まあエディットの場合、編集モードの場合は書いてありますね。えっと、それでは、新規作成の場合は、このようになります。で、コンテンツはアペンド。デリエットシェアドコンテンツをコンテンツ配列に加えまして、テーブルビューの更新を行いますね。ここまでで、新規データの追加はえ完了です。あとは、ストーリーボードの方で、このプラスボタンと、ビューコントローラーの方を紐付ける必要があります。 このように ReceivedActions のところに Att New がありますね。これをプラスボタンと紐付けておきます。そうすると、このプラスボタンをタップしたときに a ット New メソッドが呼ばれるようになります。では ViewController に戻りますね。では次にデー,タデータの保存を行うためのメソッドを追加します。この SaveData メソッドになりますね。この中ではまずユーザーデフォルツを作ります。 ユーザーデフォルトを使ってこのように作った後に、まず配列を作りますね。コンテンツはそのままではユーザーデフォルトを使って保存できませんので、一旦配列に変換してから保存しますで。このようにコンテンツの中身をデータに加えていきます。配列の中身、ちょっと二重配列になるんですけど、配列の中に配列が入ってまして、その中の方の配列はこのようにコンテンツのネームと コンテンテツこのサイト、エニーオブジェクトにしておく必要があります。このデ,データの方がエニオブジェクトですので、この後こ,こまでエニオブジェクトにしておきましょう。そして、ユーザーデフォルトセットで、このキーを使ってデータの保存を行います。ユーザーデフォルトでデータを保存する場合は、このようにデー,タデータのようなキーを指定する必要があります。 そして、シンクロナイズで即データが保存されます。このシンクロナイズを使わなくてもデータの保存を行われるんですが、ちょっとタイムラグがある可能性がありますので、シンクロナイズは行っておいた方がいいかと思います。そして、このセーブデータはデータの編集が完了した後、データの新規作成が完了した後に呼ばれるようにしておきます。でそして、アプリを立ち上げた時にこのデータを読み込みます。 ですねレッドユーザーデフォルト、ユーザーデフォルトは先ほどと一緒ですね。ただ今回はデータの読み込みを行いますので、このようにキーを使ってデータの読み込みを行います。データ,データ図を、データ図が読み込んだ配列ですね。で、このように型は二重配列,配列で中に a n y オブジェクトが入っています。 でデータズの中のデータに対して少しずつ処理を行っていきます。まあ、1回ずつ処理を行っていきます。まずコンテンツを作って、そしてコンテンツのネームとリミットデータを指定します。それぞれデータの中に入っている0番目の要素と1番目の要素ですね。Az を使ってそれぞれストリング型とデート型にキャストする必要があります。そしてこのコンテンツにこのコンテンツをアペンドしてやります。 それにより新しくコンテンツが、配列が、中身が入った配列ができるわけですね。はい。それでは、えー、そうですね。ここの,あのダミーデータも必要ありませんので消してしまいます。まあ、コメントアウトでいいかなと思います。えー、範囲を選択して、コマンドプラススラッシュでコメントアウトすることができます。それでは実行して動作を確認してみたいと思います。えー、ビルドに、えー 問題がなければサクセスフルと表示されるはずですね。はい、されましたね。では、シミュレーターの方が立ち上がります。シミュレーターが立ち上がるまで少々時間がかかりますね。 今回あの、データを保存するのにユーザーデフォルツを用いましたが、他に、えー、コアデータを用いる方法などもあります。ただ、コアデータをあのスカマは少々難しいので、まあ、最初はこのユーザーデフォルツを使っておけば問題はないかと思います。えー、最初、えー、セルが空の状態ですね。プラスボタンをタップすると新たに新規データを作ることができます。えー、適当にデータを入力しまして、 バックを押すと、新しくデータが追加されていることがわかります。では、一旦アプリを閉じてみましょう。閉じて、再びアプリを起動して、データが保存されているかどうかの確認を行います。はい、このように、先ほど入力したアプリが、入力したデータがアプリを立ち上げ直しても表示されていることが分かります。 今回はデータの新規作成機能とデータの保存機能を扱いました。今回の動画は以上になります。